非常に良いことを考えてくださいました。院もそんなにご熱心でいらっしゃることはお気の毒なようで、すまないことかもしれませんが、お母様の遺言であったということにして、何もお知りにならない顔で、御所へお上げになればよろしいでしょう。このごろ院は、実際、そうしたことに淡白なお気持ちになって、仏勤めばかりに気を入れていらっしゃるということも聞きますから、そういうことになさいましても、お腹立ちになるようなことはないでしょう。では、あなた様の仰せが下ったことにしまして、私としては、それに、賛成の意を表したというぐらいのことにいたしておきましょう。私はこんなに院をご尊敬してご感情を害することのないように百歩を考えてかかっているのですが、世間はなんと批評いたすことでしょう、などと源氏は申していた。後には、また、何事も、そ知らぬ顔で、二条の院へ、再宮を迎えて、入内は、自邸からおさせしようという気にも、源氏はなった。